NHK さんとしては調査報道みたいなものについてはやる気がないということでしょうか。 NHK さんがどうして政治家の不祥事を暴かないかって、そういうことにならないんですか。それは違いますか。今までこの10年間で NHK が政治家の不祥事スキャンダルを暴いたことってあります。コンテンツの戦略6つの柱というところなんですが、やっぱり NHK さんの強みっていうか本来求められているものっていうのは独自の取材ですよね。調査報道と言われるような、昨今で言うとジャニーズ問題があったり、週刊新潮がよくやってるものですよね。文春が特にやってるものですけど、こういったものについては最初からこのように計画の段階で NHK さんとしては独自にこういった調査報道みたいなものについてはやる気がないということでしょうかね。いえ、そういうことではございません。ございますけどね、はい、ここですね、ジャーナリズムという部分が、はい、調査報道の大きいところなんです、はい、それからその手段にございますけども、はい、このコンテンツの部分です。我々の調査報道をしっかりやっているということは全く変わっておりませんし、それはむしろ強化すべき点だと思います。例えばこの 1,2 年でね、 NHK さんによるスクープみたいなものっていうのは具体的にありました。いわゆる NHK の調査報道によって政治家とか芸能界とかの不正とか、そういうものが NHK 発で何か出たものがあるんでしょうか。新年の先生おっしゃるような、はい、政治家芸能といった分野は多分ないと。ないんですよね。調査報道をされてるとおっしゃるけども、結果は少なくとも出ていないっていうのがね、やっぱり基本中の基本でありまして、例えば週刊文春もいろいろと言われてますけど、文春があったからジャニーズ問題が出たとか、文春があったからまあ映画監督ですが逮捕されたとか、自民党の女性議員が謝罪会見開いてましたけども、まあ、これも週刊誌による不倫報道があったから謝罪会見が行われたと、まあ、そのような権力者がですね、知られたくない報道されて、それを調査をして取材をして報道するっていうのが本来 NHK に求められている。特に経済界ですよね。スポンサーがあれば民放はスポンサー企業の悪口は言えない。だから受信料で均等に国民からお金をいただいているわけだから、特にそういう上場している企業の経営者のね、不倫であったりとか犯罪、いわゆる経済的な犯罪について、いわゆる放送法には NHK と民放の違いとほぼほぼあまり書いてなくて、財源が受信料なのか広告収入なのかの違いであって、じゃあその違いで大きくほどが変わるということは何かっていうと、お金を出してくる企業に忖度しなくていい自由な報道ってなってくると、少なくとも年に数本はですね、そういった政治家じゃなくてもそういった企業の不正などをスクープするみたいなことがないと、理事の方おっしゃっていただいた、そのやってますって言われても成果が出てこないとですね、あまりなかなか言われないところだと思いますが、僕は受信料制度っていうのは特に企業ですよねに対しての調査報道で一番 NHK に求められていることだと思いますので、その辺はぜひもう一度ですね、はい、まあ、記者出身ということですので、はい、そういった目で中心にやっていただければなっていうのがあると思います。まあ、それをまあうまく自民党の議員さんたちと他の議員さんたちをうまく話し合いしてるからそうなるんでしょう。多分答えられないでしょうけどね。そんなことはないです。 NHK さんがどうして政治家の不祥事を暴かないかって、そういうことにならないんですか。それは違いますか。どうして政治家の不祥事ってこんなに政治家の後ろついていったら、まあ700人ほど政治家いますけど、不倫とかいっぱい出てきますよね。だって週刊誌がつけてあんなに出てくるんだから、やれラブホテルに行ったらここからつけていったらいいんでしょ。NHK さんタクシー代毎年何十億で使ってらっしゃるけど、ラボホテル入っていったらすぐ取れるじゃないですか。スクープいちいちつけていかなくても、この辺の人たちに聞いたら誰と誰が付き合ってるってすぐ分かるじゃないですか。でも政治家の不祥事を暴くと NHK の予算通してもらえなくなるから、政治家の不祥事はやらないって疑われても、今までこの10年間で NHK が政治家の不祥事スキャンダル暴いたことってあります。不倫であったりとか政治資金規正法とかでね、 NHK 発のスクープってありました。先生がおっしゃるような大きなニュースはないにしてもですね、はい、政治資金規正法等はいくつか出していると記憶してます。記憶はされている、スクープで出していらっしゃる。他の早く出したことは何とか。早くじゃないですよ、調査報道ですよ。早くというか当然調査報道ですけど、調査報道されている部署があるということですか。調査報道の専門部署というものではございませんけれども、はい、基本的に各部にですね、調査報道を担当するものはおりますので、うん、なるほど、そこは僕の勉強所なので、ぜひともね、そこの調査報道をやっていただいて、うちの斎藤議員なんか調べたらいくらでも出てきそう。あれも独身か。皆さんご一緒に。